こんにちは、エヴァとたけしです。今回は人格否定、羞恥心、罪悪感を使って攻撃してくる人の言葉はスルーする、脅しや暴力を使う人からはさっさと逃げるというテーマでお話ししていきたいと思います。人はそれぞれ違う存在なので、感じ方や考え方もそれぞれ違うのが当たり前です。どんなことをしたくて、どんなことをしたくないか、どんなことが好きで、どんなことが嫌いか、もそれぞれ違うのが当然のことです。なので、自分のしたいことをしよう、自分の好きな生き方をしようと思ったら、人と違うことをするようになります。好きなことをして、嫌いなことをやらない、というライフスタイルを追求すればするほど人と違う存在になっていきます。みんなと違うことをしていると目立つようになります。多数派が正しいと思っている人、みんなと同じことをして安心する人から、ちょっとあいつは変わっていると気づかれるようになります。そんな時、みんなからおかしいと思われている、みんなと同じことをして、まともな人間だと思われなければいけないとなることで、自分の好きなことができなくなってしまいます。みんなと違うことをしていると、和を乱す存在として警戒されることがあります。周りから危険人物として見られるようになり、攻撃されることがあります。自分の好きな生き方をしたいと思っているだけなのに、お前だけそんなことをして恥ずかしいと思わないの？と羞恥心を煽られたり、お前だけ好き勝手にしていいと思っているの？と罪悪感を刺激されたりして嫌な気持ちになることがあります。楽しそうにしていると楽しんでいない人から嫉妬されることもあります。あいつだけ楽しそうにしているのは許せない。俺も我慢しているんだからお前も我慢しろ。と強要されることがあります。自分を幸せにしてあげたいと思ったら、できるだけ好きなことをやって、嫌いなことはやらないようにしようと心がけることが重要です。自分を大切にしたいという気持ちが強くなればなるほど、好きなことをやって嫌いなことはやらないという生き方を極めていくようになります。幸せな人生を送りたいと強く思えば思うほど、あなたは人と違う存在になっていきます。みんなと違うことをしていると、必ず邪魔する人が現れます。邪魔する人とは、お前もみんなと同じことをしろと圧力をかけてくる人、つまり好きな生き方をやめろというプレッシャーをかけてくる人です。邪魔をしてくる人は、あなたが幸せになることを許すことができません。なぜなら、その人が幸せじゃないからです。あなたは、そのような人に嫌われたくない、気に入られたいと思うことで、自分を幸せにすることができなくなってしまいます。あなたの幸せを邪魔する人は、人格否定と羞恥心と罪悪感を使って攻撃してきます。そのような人に攻撃されたときは、相手の攻撃方法を分析することで、冷静さを保ってほしいと思います。あなたはおかしい人間ですよ、と匂わせてきたら、お、出た、人格否定、と分類することができます。あなたは恥ずかしいことをしてますよ、とほのめかしてきたら、お、羞恥心を煽りたいんだな、その手には乗らないぜと思うことができます。あなたは悪いことをしてますよという態度を取られたら、お、罪悪感を刺激したいんですね。性格が悪いですねと思うことができます。あなたに匂わせ攻撃が効かないとわかると相手は、脅しや暴力といった実力行使に出ることがあります。そうなりそうになったら、自分を守るためにさっさと逃げてしまいましょう。この人は本当に私に幸せになってもらいたくないんだな。
こんな人とは付き合っていられませんと思って離れてしまいましょう。ということで、あなたが自分を大切にしたいと思っていると、邪魔をしてくる人が現れることがあります。そんな時、自分は悪いことをしているんだ、自分は恥ずかしいことをしているんだと思わないように気をつけてほしいと思います。自分を幸せにすることが悪いことであるはずがない、恥ずかしいことであるはずがないと思って、堂々と好きな生き方を追求していきましょう。私は自分の好きな生き方をしていると必ず邪魔をする人が現れるということを知っています。私は好きな生き方を追求すればみんなと違うことをするようになるということを知っています。私はみんなと違うことをしている自分をおかしいと思う必要はないんだよ。と自分に語りかけています。私はみんなと違うことをしている自分を恥ずかしいと思う必要はないんだよと自分に語りかけています。私は他人から邪魔をされても好きな生き方をやめる必要はないんだよと自分に語りかけています。私はみんなと同じになることより自分を大切にすることを選びます。私はみんなに合わせることより自分を幸せにすることを選びます。私はみんなに気に入られることより自分を楽しませることを選びます。私はみんなに嫌われないことより自分を喜ばせることを選びます。私はどれだけ他人から邪魔をされても自分の好きな生き方を貫いていきます。